皆さんこんばんは。今日は私が最近料理を作るのにハマりだしたので、私の大好きなホットケーキを作りたいと思います。簡単なんですが、まずホットケーキの粉と卵と、私は牛乳はちょっと飲めない、乳製品はあんまり得意じゃないので、毎日飲んでる豆乳で作りたいと思います。前回ちょっとね失敗しちゃったので、今回はうまく作れるかなと。今粉をホットケーキの粉を入れました。で、あと卵、これくらいかな、こんなもんかな。そして混ぜて、最初は粉が飛んじゃうので優しく混ぜて、こんな感じ。まだちょっと硬いので豆乳で薄めます。本当は牛乳がいいんでしょうね、多分牛乳の方がさらりとした感じに作れるだろうと思うけど、私はちょっと牛乳飲めないので豆乳で作ろうかな。ちょっと粉っぽい状態ですけど、玉を崩しながら、ちょっと豆乳入れすぎちゃったかな。ちょっと粉がだいぶなくなってきたかな。
感じ。よし、じゃあいきたいと思います。うまく焼けるかな。もうちょっと綺麗に泡立てられたらいいんだけど、泡立て器を買うの忘れちゃいました。こんな感じでポツポツ泡が出てきた。ちょっと火が強いので一回止めます。余熱でちょっと1分ぐらい置きで、うまくできるかな。知れない。あ、生地がやばいかな。お、こんな感じ。がっつり手作り感出てますが、まあ、家庭的なホットケーキ。前回作った時はちょっと焦げちゃったので、今回はね、なるべく火加減をちょっと普段より気にしながら作ってます。火を止めて、ちょっと今余熱で1分くらい放置すれば中まで火通るかな。なんかもっと分厚いホットケーキ作りたかったんですけど、ちょっと豆乳を入れすぎちゃいました。サラサラの生地になっちゃったんで、こんな感じ。あと何枚作れるんだろうっていうぐらい量が多いんですけど、でもホットケーキは大好物なので食べるのが楽しみです。まあ一応美味しそうなホットケーキができました。これで次々と作っていきたいと思います。
と何個作ろうかな。全部作ってもいいけど、こんな感じでホットケーキできました。じゃーん、ホットケーキの完成です。いい匂い。これで大好きな蜂蜜をつけて食べたいと思います。大成功、一応自分の中で大成功です。あー、いい匂い。これでちょっとフルーツと一緒にトッピングして食べたいと思います。ぜひまた動画見てください。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとマイク買うの失敗しちゃったので、ちょっと来たら、まあちょっといい動画が撮れればいいかなと思ってます。また見てください。じゃあね、バイバイ。